この女性は歌う途中に命が助かります。ある出演者がブランコに座って歌います。その下に水槽が準備されています。なぜでしょうって思いますけど、その時スタッフたちがバケツを持って現れます。そしてバケツの中の何かを水槽に注ぎますけど、一瞬で爬虫類プールになりました。今度は透明な器を出演者の頭にかぶらせます。そして透明の器の中に何かを入れます。出演者は目標地点に到着するまでこれが何なのか見られないです。ようやく頭の上にいるのが何なのか確認しようとした途端、本当に人を狂わせる芸能プログラムですね。